か。おい、ヤグタウンでーす。さあ、今日紹介していくデッキはこちら、ボチドラデッキ。いやな、これボチドラってなんかアプリの名前っぽいけど全然違うよ。これね、超面白いデッキとなっております。そして今なんとプレゼント企画やっております。総額最大10万円分のギフトカードプレゼント。詳しくはね、動画の概要欄を見てください。エントリーしますとコメントしてくれるだけでエントリー完了です。そしてこのデッキ、この動画、少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。さあ、ということで、ボチドラ、ボチで生きるドラゴン、略してボチドラ、これがなマジで超強い、面白い。で、結局ね、何が強いかって言ったら、これ聖国竜セテクドラゴン、星8の攻撃力が2800、守備力が2000のモンスターです。このカードは通常召喚できない自分の墓地のドラゴン族通常モンスター3体をゲームから除外した場合に特殊召喚できる。一旦に一度自分の墓地のドラゴン族モンスター1体をゲームから除外し発動、フィールドのカード1枚を選択し破壊する、モンスター魔法問わずなんですよ。この効果がマジで強くて、しかも墓地のモンスターを除外するだけなんで非常にね、発動条件が緩いんですよね。まあ、強いて言うのはこの通常召喚できないというところだけが一つ難点かなと思います。ただし通常モンスターね、3体除外するだけなんで、召喚機を使わないというのも非常にね、でかいところかなと思います。さらにもっとね、面白いカードもありますよ。こちらフォトンワイバーン、ドラゴン族のレベル7ですね。攻撃力が2500、守備力が2000と、先ほどよりね、少し火力は下がっておりますが、こいつの効果、このカードが召喚、反転召喚に成功した場合に発動する、相手フィールドにセットされたカードを全て破壊する。やばくない？もう今ね、バック環境なんで、もうこの効果がかなりえげつないです。本当に強い。で、まだな、俺気に入ってるカードあって、こちらベルゼザハーク、こいつねマジで強いと思う。レベル4のドラゴン族、効果、フィールドの表側表示のこのカードが相手によって破壊され墓地を送られた場合、フィールドの特殊召喚されたレベル5以上のモンスター1体を対象とし、そのモンスターを破壊する。要するにこれ相手の戦闘によってとかじゃないんですよ。相手によって破壊されたんで戦闘じゃなくても OK で、さらにレベル5のモンスターを破壊っていうのが、特殊召喚されたレベル5ってもう今もう本当に環境の話で言うけどかなりね多いっていうところで、もうそこら辺がぶっ刺さりになるかなと。で、星4にもかかわらず火力が1850もあるっていうところも非常にね大きい点かなと思います。で、あとね、入れているのが、聖国竜ウシルドラゴン、こいつもね入れております。攻撃力が2600、守備力700の、7つ星モンスターですね。このカードは自分の墓地のドラゴン族光属性モンスターとドラゴン族の通常モンスター1体ずつをゲームから除外し手札から特殊召喚できるといったカードですね。さらにフィールド上のこのカードが破壊される場合代わりに自分フィールド上の聖国と名の付いたモンスター1体をリリースできるっていうことなんで、フィールドに、残らすこともできるといった形です。で、ちょうどこの聖国竜ウシルドラゴンと、一番最初に紹介させてもらったセテクドラゴン、どちらもね聖国竜ですが、通常モンスター3体、そしてこちらが通常モンスター1体と、で、さらにドラゴン族光族ということなので、こちらですね、もちろん会話のメインカードブルーアイズホワイトドラゴン3枚入れております。ドラゴン族の光属性モンスターですね。はい、ラビードラゴン、ダセーんだよこいつマジでダセーわ。こいつも光属性の、ドラゴン族、なんだやろ、首周りなんかファーしとるみたいな、なんや女子かで、はい、アークブレイブドラゴンもね入れております。ストラクチャーデッキでね、墓地から特殊召喚に成功した時にフィールドの
表側表示の魔法トラップを除外することができるし、こいつが墓地に行った次のスタンバイフェーズ時にレベル7、8のドラゴン族モンスター1体を特殊召喚することができるといった非常にね強いカードとなっております。で、さらに特殊召喚といった意味で言えばダークフレアドラゴンね、ちょっと簡単なダークフレアドラゴン、このカードは自分の墓地の光属性と闇属性のモンスター1体ずつをゲームから除外して札から特殊召喚することができるっていうことなんで、ベルザハークが闇属性、さらに、ダークフレアドラゴン自らも闇属性ということでバランスをとっております。で、かなりね高火力モンスター多いのでこいつが使えるんじゃないかと。アームドドラゴン、こいつが手札を1枚墓地送り、その攻撃力以下のモンスターを破壊するといったことができるカードですので、そこが非常にねシンパシーあるかなと思いました。で、隣の芝刈り型です。ただ3枚しか入ってないので、もうねこれは初手に引いていければ最高、引いていけなくても戦っていけるようにしているのがこちら子供ドラゴンと、はい、民芸ドラゴンと、要するに芝刈りが来たら最高に、芝刈り来なくても民芸と子供でやっていけるっていうような構築となっております。まあね、ごたごた言ったって始まんねえ、始まんねえ、始まんねえよ。じゃあデュエルしていこうぜ、行くぜ、デュエル3倍。さあ、それではやっていきましょう。デュエルの方、そしてこちらは先行、もちろんね、いい展開を皆さんにねお見せしたいと思いますので、はい、これいい展開って言うべきなんかな。隣の芝刈りが2枚引けてしまったんで、まあ最高にいい展開ではないですが、芝刈りが引けるのでかなりうまくね立ち回れたかなと思います。で、子供ドラゴンの効果発動、初手ターンどうせ攻撃できないんで、攻撃できないというマイナス効果はもう打ち消されるたと言っても可能でしょう、過言じゃないでしょう。で、アームドドラゴンレベル5、そしてベルズ・ザ・ハークを出していきました。さらに墓地にアーク・ブレイブ・ドラゴンが落ちたことにより墓地からねモンスターを特殊召喚できる。で、今確認しました、光属性の通常モンスターこれが3体墓地に落ちていたので、じゃあ聖国竜セテクドラゴンが引けていければなんとね特殊召喚するといった環境です。なんとターン1からモンスターがね3体も並ぶという非常にね恐ろしいもう舞台が整ってしまいました。本当にね毎ターン超火力が相当出る、もうねこのデッキ誰が止めれるんっていう感じよ。で、隣の芝刈りね一応2枚目なんですが、もう2枚目使うことないので僕はブラフとしてね一応伏せていくことにしました。こういうね地味なちょっとした気遣いなんですけど、こういったところが案外、勝敗を分けたりするので、僕はこういったところも大事に、デュエルしていくのがいいかなと思います。さあ、相手がアロマデッキですね。火力1800、アロマガーデンの効果でさらに2300まで上がった、そしてモンスター1体を多分守備表示にし、あーなるほど、アームドドラゴンをしてきました。で、どっち、そうやな、アームドドラゴンを壊しに来るんでしょうね。やはりね、アームドドラゴンの効果は非常にね、特筆すべき強い効果ですので、そこを揃えたのかなと思います。さあ、ダークフレアドラゴンを引けていったということで、ここはね、召喚していきましょう。で、アドバンスで、ベルズ・ザ・ハーク、これね相手特殊召喚されたモンスターまだいないので、こういう風にしました。で、これね、かなり迷ったんですが、アームドドラゴンの効果を使っていくことにします。で、なんでダークフレアドラゴンを出していかんかったかと言ったら、光属性と闇属性モンスター1体ずつをゲームから除外せないかんのんで、特殊召喚するためには、そうすることによって聖国竜セテクドラゴンが引けたパターンの場合、特殊召喚することがね、不可能となってしまうので、僕はこういった選択をしました。で、粉砕を使うことによってなんとね火力が3000になって、うん、これね相手の方何か狙いがあるのかどうか分かんないが、エネミーコントローラーを使ったのは失敗じゃないかな。うん。で、こちらね守備表示にされたんで、一気に型をつけることはできなかったと。相手ライフ5500ありますが、先ほどの攻撃が通っていればね、6200のダメージを与えれることができたので、非常に、ね、惜しかったかなというところ。ただしね、一旦防いだグレー、防いだグレーで何や、防いだグレーって悟空か俺は。防いでグレーで、そんなね、こちらのね、デッキは揺るぎませんよという話。さあ、スキル発動、粉砕。
全然足りないよ。まだまだ俺のデッキはかなり火力高いんで。さあ、星7モンスターがね、一体います。帝国竜、ウシルドラゴンがおります。何やろう、すげえなんか、クル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 回っとるな。ウシルドラゴン、はい、粉砕。攻撃力2900になります。で、さらに、1850、ただでさえ強いベルズサハクの火力も、2150と、非常にね、高い数値でやっております。さあ、ボコボコにしてやるぜ、アンズさんよ。普段はな、アンズにかなりね、かなりな、いやらしいデッキでやられてるから、こんな時くらいボコボコにさせてくれや。なかなか、お相手よかったも引きがいいですね。アロマデッキ、そこをつかないと言ったところでしょう。さあ、特召喚、アロマガーデンをもう一回使っていくと、なるほど、これは回復を狙ってきたのかなと言ったところか。いや、違うな。これ特召喚が、非常にね、強いカードが出てきました。アロマージベルガモット。さあ、攻撃力が3400とね、これは止めれるのかといったところですが、お相手、来た最高、セテクドラゴン引けていったんで、セテクドラゴン出していきます。墓地の通常光属性モンスターを3体除外し、手札より現れし、セテクドラゴン。さあ、セテクドラゴンの効果を発動だ。墓地のドラゴン族モンスター1体を除外することにより、フィールド上のカード1枚を選択し、破壊する。マジで恐ろしい効果だな。そして粉砕の効果発動。常にね、レベル5以上のモンスターがフィールドに居続けることによって、非常に大きい火力でね、相手を殴っていくことができるんだよ。ということで、ヤグタウンでした。NSP さん、マジで時間ない。早く来てください。ということで、また明日もよろしくね。ヤグタウンでした。